皆さん、はじめまして、小松、美香子です。好きな花言葉は、サザンカの、困難に打ち勝つ。こちらはテレビアニメ、K 第2期、K リターンオブキングスに先駆け、アニメ K を宣伝するためにスタートする新番組です。美麗で、華麗なアニメ、K にふさわしく、今までのラジオは、消し去って、清らかで、健全で、可憐な番組を目指します。え？下水道？何ですかそれ？辛いよ。またじゃあ、挨拶しちゃおうかな。お願いします。はい、ラジオを聴きの皆さん、はじめまして。アニメ系、スゴミコテクス、津田健次郎。好きな花言葉はですね、めしべ。メシです。花言葉。皆さん、はじめまして。アニメ K、宗像霊視役、杉田智和です。好きな花言葉は、ビオランテです。ビオランテ。ビオランテ。でかい、なんかこう、化け物になった瞬間が。花言葉じゃないじゃないですか。わかんない。かっこいい。もはや。かっこいい。かっこいい。かっこいい。ですよ。美麗で、華麗で、健全で、清らかな番組。境内境内印象だから過酷で、きつくて、で苦しくて、三系ってやつね。三系、嫌な三系です。三系。時代が変わってきましたね。ケムクジャラで、どこにケムクジャラ？で神戸。神戸ね。ぶっこんで。神戸ラジオ。そう。どこで？マウンティングで、ニコニコ動画で絶対に削除されないね。動物の交尾の動画って。そうなんだ。アニマルビデオですよね。そうね。タイトルからしてやばい。だって犬が激しくセックって書いてある。ひどい。これなんで削除されないんだろうな。それはでも削除されないの。されない。動物ならいいんですかね。まあ自然の説。僕らも動物ですからね。そう。すっごい激しい。僕らも動物ですよ。すっごい激しくて。スパーってまた始まってて。なんかメス犬のが「おーおー」って声だけがこう虚しく響くんですけど、それ誰向けなんですかね。さあ、飼料用っていうほど飼料用でもなくて、まあそうだね、ずっとズームだから、ズーム、そうか、そんなラジオ、そうなん、そんなラジオ目指していく、どんな動物を連れてくか。このキャラへ、まあ淡島さんは出てきましたけれども、淡島さんはこれはブラはしているのかい？いや、している動きじゃないと思う。そうだよね。してたらもうちょっとガチッと固定されるじゃない？なんか貼ってんじゃねえかな、先端だけ。え？ああ、アメリカ版プレイボーイみたいなことですか？え、それ星とか貼ってる。星を貼るんですか？本当にね。ええ。そう、ノーブラですかね。ノーブラでしょうね、きっとね。ノーブラ。ああ、でも全部。ノーブラしか出てこない。で、国上寺大学とか。パンツですか？なんでパンツじゃないんだろうね。はい。大学さんとかもね、パンツにすればいいんじゃないかな。うわ、やっぱ。てか、これ履いてんのかね。ああ。履いてない。和服だからね。履いてないです。どし。ああ。来たぞ。来た。いや、来ないです。これ以上はないです。あ、そう。夏といえば海、海といえば海水浴。女子キャラたちがですね、水着姿でビーチバレーをしてるのではないでしょうか。でもあれ、猫が水着を着ていない。ソイン緊急バトルみたいな。ネクディスト村とか行くんじゃない？ああ、そっちだ。ネクディスト村ってあるじゃん。みんな裸でいる。そうそう、全裸で過ごす。日本にあるんですか？日本にはどうでしょうか？海外にある。へえ。全員が。全員だよ。ラですか。ラですよ。ラ族の連れですよ。男女ともに。もちろん。わぁ。また！行ってきますか。行きましょう。はい。はい。KM愛さん、女性の方ですね。私は今、女子校に通ってます。いいな。女子校というと、お嬢様を想像されますが、公立なので、とてもみんな野生的。そうですね。いえ、個性的ですと。なるほど。ある日の昼休み、私は、お弁当を食べ終え、BL 漫画を読んでいました。さらっと言うね。当然のように。そう。結構アレなシーンに差し掛かった時、隣の席の子に、ね、それおかずにするの？と言われました。
その子はとても真面目で純粋です、うん、私が驚いて反応に困ってると、その漫画も卵焼きとかと一緒に食べちゃうんじゃないの、食いしん坊だからと笑って言われました。そうそうかもと笑って返しましたが、本当に危なかったです。彼女の純粋さに脱帽です。ちなみにおかずじゃないですよちなみにのフォローがいるのかいらないのか本当だよで、これを機会に BL を卒業して、うん、あのユリに目覚めるっていう、そういうメールですね。ああ、なるほどね。その子にもテンション上がっちゃったわけだからね。なるほどね、うん、ありますよ。確かめているかい誘われてる、誘われてる、いいね、なるほどな、いいね。私女子校でした。あ、やっぱこんな感じ。女子校女子大で、女子校女子大はどエロい話が飛び交ってるんでしょ。女子にモテた、告白されたってよく、うん、よくはないですけど一回だけあります、うん、おっとっと、高校の時に、はい、マジで、はい、うん、なんか、うん、野球部の女の子で、うん、結構男っぽい感じ、男っぽい感じの、おー、まるっとした感じの、はい、かわいい子だったんですけど、はい、なんて言ってくるの、なんか聞いても平気、あ、大丈夫で、普通になんか好きなんだよね、うん、みたいな感じでしたけど、おー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 、そうそうなん、あ、そういうのがあるんだねみたいな、本当にじゃあガッツリ告白、初めて、そうですね、初めてそういうのに、すごい難しかった。でもなんかそれ一人ぐらいですね。そうなの、はい、あ、そっか。あとはもう全然普通の子しかいなかったので。でも、うん、アニメとか、やっぱ好きな子は、うん、結構 BL 系のとか、ゆり系のとか、読んでる子は多かったです。書いてる子もいたし。書いてる、そうなんだ。うん。書いてらっしゃる人もいる。書いてらっしゃる人もいますね。へぇー。はい。はい。劇場版についてのですね、インタビューなので、見どころを聞かれた浅田さんが、アンナちゃんがブワッサーってなるところとおっしゃってましたが、はいはい、それに倣って2期の見どころを擬音で表現するとしたら、どんな感じでしょうかっていうね。擬音。それはもう。びっちゃびちゃ。あるあるある。うん、あるよね。びっちゃびちゃ。びっちゃびちゃ。なるほど。あと、パッツパツ。パッツパツね。あー、パッツパツ。パッツパツはあるね。パツパツあったね。そうそうそう。あったあった。特にパッツパツ。はい、はい。あの、真面目な系の監督さんがね、うん、力を入れました。そうそうそう。そこに力入れたんですね。そうなんです。監督真面目なんだけど。そんな誠実で真面目な人ね、うん、すごいこだわりがあるみたいで、そこに。パッツパツに。パッツパツだしでしたね。うん、いや、やっぱ、一気より飛び抜けて。うん。バウンス、バウンス。バウンス、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 バウンスしてましたね。バウンス、バウンスで。そうですね。もう別生き物のような。別生き物のような。って皆さんおっしゃってましたけど。うん。確かに。本当にあそこから何か出てくるんじゃないかと、そのそこから何かが出てくる。ちょっとちょっと、ほんと。勘弁してください。嘘だろ、嘘でしょ、何を言ったの今。いや、こいつらが。こいつらが。こいつら。あの、ねえ、それぞれ別行動を。別行動あそこから出てきたこいつらが。こいつらが。別行動を。別行動を起こすんじゃないかな。恐ろしい。思ってるんですけどね、恐ろしいね。もしかしたら。また！ほんと偉いな、お前ら。褒め言葉。何も出ないですか。何も出ない。何見てんのよ。ひざまずけ、豚どもが。